大学です今回はですね、プリンストン大学のですね、プリンストン大学式、えー、と高速思考法というのをご紹介します。高速ってあの早い意味の高速ですね。高速でですね考えることによっていろんなメリットが得られるよとてことがですね、実はですね、あのプリンストン大学のですね研究で分かったんですよ。これ、ハイスピードで思考することによって幸福感とか自信がみなぎってくるってです、ね、結構面白い研究なんで、今日はこれをご紹介したいというふうに思います。このチャンネルでですね、こういうふうに様々な心理学や科学の知識を皆さんにご紹介してますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで、今回は ですねえー、プリンストン大学が行った高速思考に関するです、ねえー、と実験です、ねで。具体的に言うとです、ね、あの短い分短文です、ね、こういう短文を学生にたくさん読ませるというです、ねえー、実験も行うんですね。でそれで、えー、とスローペースで読んでくださいって言われた、えー、グループよと,、えー、といわゆるこうハイペースで読んでくださいって言われたグループで,です、ねえー、と比べるわけですよどっちの方が。あ あのスピードがね早くした場合とスピード遅くした場合でどっちの方がですね、えー、メンタルがどういうふうに変わるのかとか、えー、頭の回転が速くなるのか否かみたいなことを調べたわけですよ。まあ、よく言うですね速度とか速調とか、えー、でですね確認されるようなです、ね、現象って本当の起きるのかってことを調べたわけですよ。で結果ですね面白いことが分かりまして、まあえー、このチャンネルを見てる方はもうすでに分かってると思うんですけど速度はほぼインチキということがですね科学的には言われてるので速度を勉強する意味はないんですけど早くですねものを読もうとしたりとか何か早く物事を聞いたりとか何か早くですね新しいことを考えるという高速で何かを考える 思考すするってことはですね実はですねあの、僕らにですね大きなメリットがあるよってことが分かってるんですよ。え具体的にどういうふうなメリットがあるかっていうと、なんとですねえ、短文をスローペースで普通に読んだグループと、ハイスピードでなるべく頑張ってね、でも読むんですよ、読まないとダメなんですよあの、速読みたいに読み飛ばしちゃダメなんですよ、あのなるべく早いペースで読もうっていうふうによってね、頑張って読んだ学生はですね、どうなったかっていうと、早く読んだですね学生の方が2倍もですね、ポジティブな感情が高まって、クリエイティビティ新しいものを思いつくような創造性っていうのもですね、高まったってことがですね、報告されてるんですよ。 なかなか面白いですよね。やっぱつまり、えー、急いで焦るんじゃなくて、なるべく早く、えー、この本を読もうとか、えー、なるべく目の前のことに集中していろんなことをしようとか、アイデアをたくさん出そうというふうに思って、えー、なるべくまあ、スピードを、えー、高めながらですね、物事を考えようというふうにやってあげると、えー、何が起きるかっていうとですね、えー、さっき言ったみたいな、ね、ポジティブな感情をかけてクリティビターが高まるんですよ。で、その理由はどういうふうなものかっていうとですね、まずその高速に思考することによって、えー、の即座に何かをこう、 なんだから実際に、えー、高速にいろんな物事を考えたりとかあとは皆さんもですねこれ朝やるとこれ結構ねあのこの気分を体験できると朝ですね今日やりたいと思ってることをですねバーッと全部ですね5分とか10分の間にかなるべくたくさん紙に書き出して上からパパパパパってやっていくんですよみたいな、えー、そういうですね、えー、といわゆるこうチェックリスト的なですね使い方っていうのもできるんですねこうするとやっぱりあっ今日はこんだけいろんなことができそうなのだのと集中して今日これ全部終わらしちゃってこう終わらせるたびにですねこう線を引いていくとかするとだんだん そんなこう仕事が終わっていって、やるべきことが終わっていってるって感覚が充実感を作ってくれるああいう雇用感を感じたことある人はいると思うんですけど、そういうのをですね。実は高速な思考っていうのが作ってくれるんですよ。で、さらに。この。もう いろんなことをやりたいと,、えー、と即座に行動したいというこの欲求が、えーですね、あの僕らのです、ね、気分を高めてくれてこの高まった気分というのが僕らの肉体に対してです、ね、充実感を与えてくれるんですよ。でこの、えー、高まった期待が充実感を与えてくれてこの充実感がです、ねえー、僕らの自信を高めてくれるんですね。まか、あ、要するに自分が今までやってきたことを誇ろうとするのは結構難しいんですが自分が今していること向き合っていることを誇ればいいんですよ。例えば過去に、えー、何か大きなことで成功したという人でもですね ここういういとをしてる夢に向かってこういうふうに頑張ってるんだからいいんだみたいなふうに自分がやってきたことではなくて、えー、自分が今やってることに自信を持とうと、えー、いうですね考え方が非常に近くて、まあ、こういったですね即座に行動したくなる気分っていうのが充実感を与えてくれて充実感が自信を作ってくれてでですねこの,たあの自信をですね、えー、作ってくれることによって何が起きるかっていうと自信がやっぱ高まってくるとですねクリエイティブなですね発想がたくさんできるようになるんですよなぜかっていうと僕らって自分に自信があれば自分の間に自信があれば、えー、バンバン発言できますけどでも自分の間に自信がなかったら自分のことなんか誰も聞いてくれないんだいいや なんか出てこないんだっていうふうに思っちゃってると相手、えー、出てこないじゃないですか。<laughs> あともっとと言うと自分なんかアイディアなんか言ってもしょうがないし、言わなくてもいいから、えーね、言わない言わないでおこう、なんならもう考えないでおこうと思っちゃうんですよ。だからつまり何が言いたいかというと、高速で思考することによって生まれる充実感、そしてそれに付随する自信っていうのがアイディアとかクリエイティビティを高めてくれるんですよ。その結果、いろんなアイディアが出るようになって、幸福感ももちろん高まるし、ビジネスアイディアもたくさん出てくるし、でもっと言うと、アイディアがたくさん出るというのはですねと、自分がですね、抱える問題をたくさん解決するですね、能力が高まるっていうことなんですよ。つまり、僕らが やっぱり、えー、あの直面する問題っていうのは、えー、もちろんですねだあの病気とかねそういうもんだったらですねお医者さん行けば治りますけど皆さんの人生の問題ってのは皆さんの人生、えー、にしかない問題なんですよ基本的には。でこういう場合どうすればいいかっていうのは皆さんの力で解決するためのアイディアを自分で作んないといけないんですよだから実際に創造、えー、性が低い人とかですね、えー、クリエイティビティが下がっちゃってる人ってのはいろんな問題を抱えてそれが解決できなくなったりするってことがです、ね、分かってるんですよだからスランプに陥ったりとか、えー、この先どうしたらいいか分からないと、えー、どうしてもですね、えー、問題が解決 解決できないとかあとかあはぼやりどんな仕事をい,たらいいかわからないとかそんないろんな問題はですね創造性を高めることによって実はですね大部分が解決できるんですねでそのためにはさっき言った通り高速で思考することによって何かを高速で考えることによって生まれるクリエイティビティを利用すればいいんじゃないのというのが今日の研究でしたぜひですね皆さんも、えー、ね行き詰まりやすい方とかですね、えー、自分に自信が持てないって人とか、えー、あるいは発言がなかなかできないということを思いつかないし発言ができないと思う方はぜひ高速思考の練習をしてみたらどうでしょうかという話でしたじゃあ具体的にですねどんな高速思考をすればいいのかってことをですね、えー、いつもだと続けていってうんです 今日はお話しします僕がやってる方法をですね3つぐらいご紹介したいと思います1つ目はですね 加速したものを聞くってやつですね僕、オーディオブックをですね、だって倍速に再生にして、えー、保存してあるオーディオブックを3倍ぐらいにして聞くと僕はあのいつもですね、audiobook.jp っていうところのですね、オーディオブックよく聞きますけど、オーディオブック、加速されている加速済みのオーディオブックをさらに3倍ぐらいまで加速して聞くと、ほとんど聞けなくなるんですよ、最初は。だから最初は2倍速ぐらいで聞いて、だんだん3倍速、4倍速と上げていくんですね。で、6倍ぐらいまでが多分限界だと思いますけど、そうやってですね、えー、高速でですね、言葉を拾えるようになるっていうのはですね、要するに脳が高速で思考してるってい証拠ですから、えー、そうやって 高速でオオーディオブックを何度も何度度もも繰り返して聞くというのはです、ね、結構使えるテクニックの一つです。あとはですね、僕のこれ放送普通の2、3倍速ぐらいの多分放送で喋ってるんで、この放送をですね、例えば聞きづらかったら0.75倍速ぐらいにして始めてもらって、だんだんですね、1.25倍、1.5倍、1.75倍、2倍ぐらいまでですね、早めていってもらって、何回も聞いてもらうと高速で思考ができるんですね。で、この時のポイントが、ただ聞き取るだけだとですね、高速思考になりづらいので、受け身になっちゃうので、聞いたところですの感想とか、同じオーディオブックとかですね、僕もですね、よく聞きますけど、聞いてるときにはその ですね、高速で聞いてる時に思いついたことをですねメモしまくるんですよ。で、こうすると高速で試行してますよね。聞いたものが新しいアイデアをバンバン書いてるんで。で、こうやって、えー、アイデアをひ、ね、たすら書いていくというのがですね、いい使い方になりますの、ね、で、ぜひやってみてください。あとはまあ僕もアイデアタイムアタックというのもやってまして、これ何かというと毎日ですね、えー、一定の時間30分とか決めて、その30分の間に YouTube とか、えー、ニコニコで放送したいと思ってるですね、えー、内容とか、あとリサーチしたいってい、例えばですよ、例えばですよ、あ,あの、 えー、ビーチで一番モテるファッションっていうのはどんなぐらいなのかと,とかですねそういうことをですねこう考えたらそれを書いておくわけですよそれでいつかそれを調べるわけですねでこういうふうに自分がこういう放送したら面白いかなと思うアイディアをですねなるべくたくさん書きます早くでその30分の間にいっぱいアイディアを出せるかどうかっていうのをタイムアタックするわけですよっていうのをやったりとかであとはですねアイディアはですねそこまでですねあの考えたりとか実現、ね、するっていうですね、えー、ことあんまりしないよと普段からあんまりアイディアを使ってビジネスをしようとか思わないって方の場合は高速筆記会示でも OK です、えー、自分が思ってることとか考えてることひたすら高速でですね、えー 紙とかスマホに書いいてくんですよで僕の場合は、えー、とこれ高速筆記会示普通にやってもいいんですけどオー,ディオ,ブオーディオでや,やります音声認識で、えー、メモをですね、えー、と取りながら、えー、高速でこう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 でって,ってビビってこう取るじゃないですか取ってこう文字が打たれますよう、ね、にしたらその文字が打たれて終わるまでの間に次のことを考えてまた次のことを喋ってっていうふうに高速でどんどんやっていくんですよっていうのとかもやったりしますねはいでこうやって、えー、今言ったみたいに高速で思考することによって思いつく力を鍛えることができるとでこの思いつく力っていうのは物事を乗り越える力になりますそう 思いつく力力は乗り越えるるになるんですよだからぜひ皆さんもですねこうやって思いつく力を、えー、プリンストン大学式のですね高速思考法でぜひ鍛えてみてください。で今日はですねまあ今ね、あのー、やっぱり物事を乗り越えるには想像力が必要だよって言ったと思うんですけど、まあ、スランプになっちゃったりとか人生でですねどういうことをしてるのかわからないと解決策を思い浮かばないんだってなっちゃったりとかしてですね袋麹にはまっちゃう人が結構いるんですよ。でこういう方はですねあのスランプを突破するためにもうあの発想を作り出す方法っていうのは学んどいた方がいいです。えー、そうすすするとです、ねえー、と,変なことでですねねなこ てことがすすることあるこあじゃないでででかこの現象をですね自分で作れるようになるんですよこうするといろんな辛いことをですね自分の力で乗り越えていくようになれるのでぜひですねえ勉強してみてくださいというわけでえ今日はですねそんな方法を続きの動画でしっかり解説してありますえ今日の続きの動画はですねスランプを突破する想像力を高めるクイックスキルスランプを突破する想像力を高めるクイックスキルというですねテクニックをですねご紹介してます、えー、結構な数のですね想像力を高めるための方法をですねご紹介しているのでぜひですね番組タイトル下の説明欄またはですね、えーっと YouTube の下にあるあのコメント欄ですね。コメント欄の方に続きの動画として、えっと想像力が高めるクイックスキル載せてますのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。